イオンモール熊本は、熊本県上増敷郡鹿島町に所在する、イオンモール運営のショッピングセンターである。当地は、鹿島町の町づくり基本構想において、タウンセンターと規定される地区の一角にあり、日照祝いが、ことぶき屋とともに大型ショッピングセンター、鹿島ランブラスを建設する計画を進めており、2000年5月24日に、翌月から着工することが発表され、 同年末までの開業を目指していた。しかし、2001年12月19日に、ことぶき屋が、熊本地方裁判所に民事再生法の適用を申請して、経営破綻し、日照祝いもてなんと十分に集められなかったことから、頓挫することになった。それを受けて、2002年に、ダイヤモンドシティが当地にショッピングセンターを開設することになった。この、 ダイヤモンドシティによる大型ショッピングセンターの計画は2003年4月9日にダイヤモンドシティ鹿島シ,ショッピングセンターとして正式に発表された。この計画発表時点で2005年秋の開業を目指しており、予定通り同年10月10日に開業している。なお2005年7月には名称がダイヤモンドシティクレアと決定され、 出展内容の概要とともに発表された。また、計画段階では、地元の鶴や百貨店をはじめとした、百貨店の誘致を行っており、福岡の百貨店まで対象を広げたものの出展には至らなかった。2005年10月10日に、ダイヤモンドシティクレアとして開業。開業時点では、建物は地下1階、地上2階建てで延べ床面積約10万4000。 平方メートルでイオン九州の総合スーパージャスコクレア熊本店と1階にアンビオンスプラス2階にスポーツオーソリティが入る2つの各店舗の間を全長約280メートルのモールになった専門店街でつないだいわゆる2各1モールの形式のショッピングセンターであったこの専門店街には純格店舗として スタヤ書店や8スクリーンのシネマコンプレックスのワーナーマイカルシネマズも入居しており約160店舗で構成されていた開業から約2年半後の2007年4月13日には早くも大規模な増床に向けた届け出を行い規模の拡大に乗り出したこの計画は既存棟の増築や駐車場となっている既存棟東側に家電量販店や 雑貨店などの入る2階建てと、スポーツ施設や、温浴施設が入る、平屋建ての2棟の新設を2007年9月に着工して、2008年3月下旬の開業予定としていた。しかし、店舗面積は2013年12月時点でも、約51,936万平方メートルと2008年版の、週刊東洋経済、臨時増刊全国大型小売店。 ソーラン2008年版と全く同一であり、開業時のままとなっており、この計画による物販店舗の店舗面積の拡大は実現していない。そのため、2011年11月18日に31店の新規テナントを導入して、新層開業したのが、開業から初めての大規模な改装となった。この新層開業時には、イオンモール、熊本クレアから、 イオンモール熊本に名称の変更も行っている。2016年4月14日午後9時26分頃隣接する益城町で震度7を観測した平成28年熊本地震の影響で翌日の同年4月15日から休業となり食料や水を駐車場で販売した。同年4月18日からは同じ駐車場にてイオンペットや スポーツオーソリティなど一部の専門店による販売やサービスが実施されている。また、各店舗のイオン熊本店は、同年4月20日から1回のみを営業再開させ、通常の営業時間より短縮した形で営業を行っていた。2016年6月23日にイオンモールイオン、九州の二社連盟でプレスリリースを公表し、同年7月20日より、 イオン熊本店2階と専門店街の一部を営業再開することを発表。予定通り、同年7月20日にイオン熊本店2階と専門店街の一部を営業再開。なお、イオン熊本店については、九州地区では初めてとなる新業態のイオンスタイルにリニューアルされた。同年9月26日にイオンモールがプレスリリースを公表し、 翌々日の同年9月28日より3番駐車場スペースにコンテナモールリンクガーデン晴れ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 をオープンすることを発表これは復旧作業のため休業中の西モールに入店している7店舗がコンテナ店舗として出店するほか中央には大型のイベントスペースが配備されているその後4店舗は2017年3月の西モールの 営業再開によりモール内へ移転したが、2017年1月20日にイオンペットのトリミング業態であるイオンペットビューティーサロンが新たにオープンしている。同年10月20日には各店舗のイオン熊本店を全館リニューアルオープン。同年7月の営業再開時に2階に展開していたイオンスタイルを1階の食料品、住居予科商品売り場にも拡大したほか、自転車専門店、 イオンバイクを1階に導入した。同年11月22日にイオンモールがプレスリリースを公表し、1階レストランモールについて、同年12月23日より一部店舗を営業再開、2017年1月26日より全面営業再開することを発表。12月23日の一部再開時には既存の4店舗に加え、 熊本県初出店の2店舗を含む4店舗の新店を加えた8店舗となる。2017年1月26日に既存の5店舗がリニューアルオープンしたことでレストランモール全店舗が新体制で営業を再開した。2017年2月17日に4モールがプレスリリースを公表し、復旧作業や補強工事のため長らく休業していた。 西側モール専門店の営業再開日を発表。予定通り、同年3月24日に西側モール専門店の営業を再開し、全館オープン。このタイミングで、イオンシネマ熊本が営業を再開したほか、16店舗の新店がオープンした。なお、モールの一番西側に位置する、純環ゾーンに出店する店舗は引き続き、 前日のリンクガーデン晴れ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 での営業となった。2018年6月6日に4モールがプレスリリースを公表し、増殖グランドオープン日を公表。予定通り同年7月20日に増殖グランドオープンし、約2年3ヶ月ぶりに全館完全復旧となった。モールの一番西側に位置する純角ゾーン部分が全面建て替えとなり、 従来は平面駐車場として使用されていた敷地西側に伸びる形で増床され、ウエストスクエアと呼ばれる2階建ての増床等が新たに設けられた。リンクガーデン晴れ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 で営業していた3店舗が移転入居したほか、H&M、雑貨屋インキューブ、ニトリデコホーム、セリア、エディオンなど44店舗が新規出店した。 菊陽町に2004年6月に開業した夢タウン光の森や投資施設の開業の影響もあり、熊本市の中心市街地の小売販売額は2002年と比較して2007年には約11.6%減少するなど大幅に減少したとされている。しかし投資施設は鶴や百貨店のように熊本県内のほぼ全域から集客力はなく、 熊本県内の大型ショッピングセンターの中では最大の集客力を持つ夢タウン光の森を下回る集客力とされる運営会社のイオンモールがダイヤモンドシティと2007年8月21日に合併したことに伴い同年9月22日にイオンモール熊本クレアに名称を変更したその後イオンモールが運営するショッピングセンターの名称を イオンモールの後に所在地名をつける形に統一することになったため、2011年11月18日にイオンモール熊本に名称変更された。また、各店舗のジャスコクレア熊本店は2011年3月1日にイオングループの総合スーパーをイオンに店名統一することに伴ってイオンに解消することになったため、イオンへ解消した。その他、 シネマコンプレックスのワーナー・マイカル・シネマズは運営会社のワーナー・マイカルがイオン・シネマズと2013年7月1日に合併してイオン・エンターテイメントとなるのに伴い劇場名をイオン・シネマに変更することになった出展テナントの詳細は公式サイトショップガイドを参照イオンモール熊本クレア時代詳細は公式サイト交通アクセスを参照 国道445号浜千0倍バス沿いに立地している。敷地内に熊本バスのバスターミナルが設置されている。なお、2019年9月10日まではバスの行き先表示は救命のクレアとなっていた。2014年1月14日から2月13日まで熊本バスが 熊本市に委託されて、朝の通勤時間帯に投資施設から熊本交通センターまで急行バスを運行し、自家用車通勤からの転換を目指す社会実験が行われた。地元 FM 局である FM 熊本において、単独提供番組を放送していた。ダイヤモンドシティクレアに関するカテゴリーイオン熊本店に関するカテゴリー。ありがとうございます。